スパルテインは、クラスや抗不正脈薬の一種。ナトリウムチャネル阻害剤である。スパルテインはエニシダから抽出できるアルカロイドである。雑食のボリフジ中の主要なアルカロイドであり、ニカのカルシウム及びマグネシウムをキレイとすると考えられている。アメリカ食品医薬品局では人に対する抗不正脈薬としては承認されておらず、ボーン・ウィリアムズ分類には含まれていない。 また、有機化学において、キラルエン、スパルテインは、エルリジンの3本の c 誤差に由来する4貫性、ビスキノリジジン関係を含むルピンアルカロイドである。生合成における、最初の中間体は、リジンデカルボキシラーゼによって触媒される、リジンの脱炭酸生成物であるカダベリンである。3ユニットのカダベリンが、キノリジ,ジン骨格を形成するために使われる。生成機構は、 高素レベルやトレーサー実験によって研究されているが、正確な合成ルートは未だ不明である。13C-15N-20 ラベルカダベリンを用いたトレーサー研究によって、3ユニットのカダベリンがスパルテインに取り込まれ、2ユニットのカダベリンからの2つの CN 結合がそのまま残っていることが示された。これは 2HNMR ラベル実験によっても確認された。 酵素的証拠は有利中間体の当初はカダベリンの対応するアルデヒドである後アミノペンタナールへの変換はジアミンオキシダーゼによって触媒されると考えられていたアルデヒドは次に自発的に対応するシフト塩基であるデルタ1ピペリデンへと変換されるアルドールが多反応による二分子のカップリングがデルタ1ピペリデンの互い変異性体感で起こる イミンは次に対応するアルデヒド、アミンへと、加水分解される。一級アミンは次に、アルデヒドへと参加され、続くイミンの形成によって、気の利ジ人感が得られる。この機構の概要は数を参照のこと。しかし、前述した通り、中間体は、単離されていない。随一、スパルテインの生合成機構。最近の構想的証拠は、トランスアミナーゼである17。 オキソスパルテインシンターゼの存在を示している。脱網のカカダベリンは酵素から放出されず、ゆえに酵素は連続してキノリジジン骨格の生成を触媒すると推量できる。7、オキソスパルテインは4ユニットのピルビン酸を NH20 容体として必要とし4分子のアラニンが生成される。リジンデカルボキシラーゼ及び ノリジジ人骨格生成酵素は共に有力体に極在している。図2、スパルテインの生合成。推定間下段階が示されている。図3、17、オキソスパルテインシンターゼによる、スパルテイン性合成の概略図。ありがとうございます。